10年後のスマホ。拡張現実の高度化、現実世界の風景や物体にデジタル情報を重ね合わせて表示し、ナビゲーションや情報検索がシームレスに行えるように。ホログラムディスプレイ、画面から飛び出すように 3D ホログラムを表示することが可能になり、ビデオ通話やプレゼンテーションに立体的な映像を提供。脳波インターフェース、スマートフォンに触れることなく考えるだけでアプリケーションの起動や操作が可能。自動翻訳、リアルタイムの自動翻訳機能が標準装備され、電話やビデオ通話、メッセージングアプリでの会話を即時に翻訳。バッテリー寿命の大幅延長、1回の充電で数日間使用可能なバッテリー技術が導入され、充電の頻度を大幅に減少。環境センサー、空気質や温度、湿度をリアルタイムで測定し、健康管理や快適な環境維持に役立つセンサーが搭載。画面内指紋認証、ディスプレイ全体が指紋認証に対応し、どの部分でもロック解除が可能、指紋センサーの精度と速度が向上。ソーラーパネル充電、内蔵ソーラーパネルで日光から直接充電が可能、外出先でもエネルギーを確保。多機能ストラップ、取り外し可能なストラップに各種センサーやバッテリーパックを搭載、デバイスの拡張性が向上。ジェスチャー操作、空中でのジェスチャーでスマートフォンを操作可能、触れずに直感的な操作が実現。ディスプレイ一体型スピーカー、ディスプレイ全体がスピーカーとして機能し、音質が向上、映像と音声の一体感が高まる。カメラ一体型ドローン、スマートフォンから直接操作可能なカメラ一体型ミニドローンを内蔵、空中からの撮影や観察が容易に。パーソナライズド UI、 ユーザーの好みや使用パターンに基づいてインターフェースが自動的にカスタマイズ、使いやすさが向上。 3D スキャン、物体や人を 3D スキャンしデジタルデータとして保存、 3D プリントやデジタルアートに利用可能。安全運転支援、車内での使用時に運転支援や事故防止機能を提供、運転中の安全性を向上。プライバシーモード、特定の操作や時間帯に自動でプライバシー保護機能が強化、個人情報の保護が徹底。緊急通報機能、緊急時に自動で最寄りの救急サービスに通報、位置情報を共有し迅速な対応が可能。カスタマイズ可能な外装、ユーザーがスマートフォンの外装を自由にカスタマイズ可能、個性を反映したデザインが楽しめる。高度な AI 予測、ユーザーの行動を予測し次の行動をサポートする AI 機能、日常のスケジュール管理やタスクの効率化を支援。